おはようございます、柴です。前回のスクワット、ね、肉離れしてから、肉離れした時は3回しか190できなかった。で、前回、6回できたよね。6回。今回は、3度目の正直、どれぐらい回復してるのか、頑張っていきたいと思います。しゃー、やるぞ。これで、6回以下やったら僕かなりショックやと思うけど。あ、そんなこと考えとったらあかん。行ってきます。もちろん今日も条件一緒、夜勤明け行くぜ。はい、ということでトレーニング終わりました。危なかった。7回なんとかできたけどね、僕ね、7回目ね、自分では結構ギリギリやと思ったんですけど、あれ8回目挑戦すべきやったな。今考えてみるとちょっとだけ余力がないけど、
ないけど気合でできたかもしれん。2セット目は3回やったし、まあそんなもんなんかな、わかんないですけど。でちょっと今日はやりたり頻感があったんで、レッグプレスちょっと頑張ってみました。もうくたくた、こんなトレーニングしたの久々。けど思った、やっぱりね、右足首がスクワットする前すごい硬かったんですよ。だからアップの時も常に違和感があって、アキレス腱が硬くなってたんです。やっぱ怪我の影響かな、カバーってずっとやってたから可動範囲が少なくなってるのかな、でまあメインセットの時にはもうそんな感じへんくなっててんけど、だからもうちょっとね、もしかしたらレッグプレスを最初に軽めのんでやって、足首を伸ばしていった方が良かったのかもしれない。それはちょっとわかんないですけど、まあとりあえずね、今日は良かった、ということで、ちゃんちゃんでございます。ということで、本日もありがとうございました。今思えば、ね、前回と同じ服装です。はい。いいじゃん、ガルパンで。ガルパン嫌い？ガルパン。ガルパンいいよ。ガルパンがいいぞ。本日もありがとうございました。